こんばんは。こんばんは。朝霞さんの水さん、ありがとうございます。眠ねむねやこではないかな。まあって感じ。まあって感じです。まあ。もう今すぐ、眠い、寝たいとかではない、全然。話し会気になってるけど勇気が出ない。そのコメントをできる時点でもうその勇気はありますよ、あなたには。そのコメントをできる時点でもうそれは勇気があるってことですね、きっと。そう、今日はね、早起き。でもなんか早起きっていうか、あんまなんかそもそも寝れなくて。そう、でもまあって感じ。朝、そうなんですよ。なんかさ、あんま移動寝れないんですよね。特に新幹線とかは全然寝れん。なんかSTU のなんか移動の時っていうか、なんかなんやろ、 STU だけのなんか移動のバスとかやったらもう横になって寝れるけど、なんかこう座ったままの状態でさ、寝れないんですよ。そう、この状態で寝ることが不可能なタイプなんですよね。背中を押してほしいのでは。それはもうみんなが押してあげてください。来たらいいよって。 行ってみたらいいよって、みんなが押してみて。の声を聞けたので、いつでも寝れます。それは良かったです。寝てください、いつでも。寝るの我慢して起きてました。あら、なんかもうドアで指挟んだんですよ、めっちゃ痛くて。冷やしとったけど、なんか冷やしても赤くなるからさ、なんか寒いし冷たいしみたいな。いや、人が気にするというか、体勢がつかないっていう、新幹線は。新幹線の3列シートをもう全部使って横に寝っ転がっていいんだったら全然寝れるけど、普通に座ったままの状態で寝れない。足のやり場が困る。っていう問題。寝づらい。 隣の人に、今日隣ありちゃんだったんですけど、なんか2人で暑くて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 、もう仕方がなかった。右肩かたします。大丈夫です。
や窓際でも寝れない、あの普通にもうさ新幹線は本当に寝れないんですよ。寝れてもすぐ目覚める、全然全然起きれ、あの寝れない新幹線は。なんかこうでめっちゃ寝れるんだったらあれだけど、そうじゃないから赤くなった。爪に線が入った。耳栓ネックピローは持ってるよ、持ってるけどって感じ。そう持ってるんですけどね、なんか冷やしとるけん赤くなった気もせんなくもないけど、ピロー持ってるけどね、なかなか移動があるときになんか持って行こうってならないんですよね。持ってるのは持ってるけど、あのツアーのあの2期の夏のツアーの時に買って、夏のツアーの時は結構使いよったけど、なんかもうそれ以降あんまなんか持って行こうっていう気にならなくて、そう持って行ってない。でも新幹線の移動の時は持って行った方がいいなって思ったかな。ちゃんと横たわらんと寝れんタイプです。赤くなった。腫れてはない気がする。そうドアで挟んでマネージャーさんに「挟んだ!」って言ったら、なんかあの冷たいやつ、なんか冷やすスプレーかけてあげるよって言われて、ピシューってかけてもらったら爪が凍ったんですよ。なんか爪に白い爪が凍った。やばいやばいってなって保冷剤に変えた。保冷剤も最初は硬いけんなんかあんま意味なくて、でももう今やばくなったけんちょっといい感じにこうできるけど、どこでも寝れる、なんか特技どこでも寝れる人の、どこでも寝れることみたいな人おるよね。飛行機寝れるとき、なんか新幹線も寝れるときは寝れる。今日は寝れないあれでした。寝れるけど30分も寝れてないみたいな感じ。全く寝てないわけではないけどみたいな。
骨は大丈夫、全然あるある、もうガーンってなって爪にちょっと線が入るぐらいはあるあるです。どうでも寝れる、いいね、いいことだよ、どうでも寝れるのは。あのサラは横たわれれば どこでもは寝れないな。ちょっとお手洗いとか床、あの公共交通機関、公共の場の床とかでは寝れないけど、別にあのホテルとかは全然寝れます。そのホテルだからあんま寝れないとかはない。横たわることさえできれば寝れる。寝れないとき何してる？携帯見てる昨日はもう寝ることを諦めて、そう、もう早起きすぎて5時半とかに起きなきゃいけなかったから、もう寝ることを諦めて、そう、諦めたんですよ諦めてもう寝なくていいやっていう気持ちで映画を見た。思い思われ、思い思われ振り振られっていう映画を見た。そう、昨日はもうね潔く諦めました。でも一昨日いっぱい寝たからまあいいやと思って、大丈夫だと思って、いや1時間半ぐらい寝れたかも。1時間ぐらい寝れたで、移動でもちょっとは寝れたけど、そう諦めて、もう映画でも気分転換に映画でも見ようと思って、そう普段しないことをしようと思って映画を見ました。その3時間が寝れないんだよ。寝だめ できると思えばできるよ、別に。いっぱい寝たから今日はあんま眠くないなってなるから。そう、思い思われ振り振られってやつがなんかいっぱい出てきたから、そう、上の方に上の方に出てきたから見てみた。そうさ、映画あんま見ないんですよ。映画館で見ることとか本当余計ないんですよ。そう、相当見たいって思わん限り見ない。もう数年映画館行ってない。そう、なんかね、浜辺美波さんが出て、と誰だっけ、北村匠海さん、福本リコさん、あともうなんて読むかわからん、なんとかエイジさん、わからんよ、漢字わからん。思い思われ振り振られっていう2020年8月に公開された映画らしいを見た。ネットフリネットフリで見た。スマイルさん、ゆうちゃん、ひなたさん、しばけんさん、なんだっけ、ライリンさん、かわいいギフトありがとうございます。疲れの取り方知らん知らん、サラも知りたい。疲れの取り方は知らん、もう取れるまで待つしかない。漫画が原作？へえ、そうなんだ。なんかでもこれネタバレになるよあのネタバレになりますけどいいですか？あ、でも別にみんな見らんか、こんな、もうしかも2年前のやつだしじゃあ、あのネタバレになりたくない方はあの消してください配信でも見る予定もうないよね、別に。見たい人は多分もう見とるもんね。まあ別ネタバレにはならんけど、まあ大体どんなの的なのは浜辺美波さんと北村匠海さんがいて、まあ確かに見るときには忘れとる。でもサラも説明出るかできるかわからない。めっちゃぬるくなった。浜辺美波さんと北村匠海さんともう一人ずつ男女いて、
この人はこの人のことを好きなんですよ。この人のこと、この人はこの人のことを好きで、この人もこの人のことを本当は好きだったんだけど、ここはあの好きになっちゃいけない同士だったんです。そうで、この人と女男女男好き同士でも本当は好きになっちゃいけない関係だった。でその女の子と仲いい女の子がこの男の人を好きなんですよ。好きになったんです。でもあその女の子はあここが好き同士なんだ、でも好きになっちゃいけない関係なんだみたいなことを察するんですよ。でもう一人の男の人もはこのその女の子を好きなんですよ。好き同士のその女の子を好きなんですよ。でその女の子はその女の子を好きだけど、その女の子同士はこうなってるみたいな、なんかまあちょっと説明難しいねこれ。好きになっちゃいけない関係だったんですよ。こことここがここのことが好きなんですよ。まずそもそもねそもそもこの人はこの人のを思ってるけど、この女の子とここは友達ね、ここは友達で、ここはん違うわさあそんなまじまじと見とったわけじゃないけど、ここはここが好き、でもここはここが好き、ここはここ好きやったっけ、全然説明できん。全然説明できんや。こういうのって難しい。え、違う。全部喋っていいなら、まあもう喋っていっか。じゃあ、知りたくない人は、切ってください。20分、まあまあいいや、切ってください。ここはね、好き同士だったんですけど、親が再婚したから、ここは、あれなんです、兄弟なんです。血のつながってない兄弟なんですよ。でも兄弟だから好きになっちゃいけない、もともと好きな人同士だったのに親が結婚したから付き合っちゃいけない関係になっちゃったんですよ。そうそうそうって言ったら分かるでしょそうなんですよ。でこの女の子が同じマンションだから、ここは同じ家だからさ、同じ家に同じマンションなわけですよ。でこの女の子同士は友達なんですね。ここは友達で、この女の子はこの人のことが好きなんですよ。この人はこの人のことが好きなんです。なんか赤いのがピチってない。そう、ここはここが好きなんですけど、でもここ友達で、家に行ったら あ好きなんだってなって、ちょっとゆうゆうってやったけど、この男がこの男の人が俺は好きな人がいるんだって、でも好きになっちゃいけない人なんだって告白できないんだみたいなこと言って、そしたらお母さんが現れて、そうお母さん、このこっちのお母さんが現れて、なんか二人きりでいるかと思ったみたいな言うんですよ。そう、多分実質いいんですよ、多分別に血はつながってないからいいんですけど、親がすごい、この女の子の親がすごい心配するから、でこの女の子は怒るんですよ。再婚したのはそっちでしょってこんなんじゃないけど、再婚したのはそっちなんだから、この人はなんとかくんはそんなこと変なことする人じゃないよみたいな、再婚したのはそっちでしょみたいな怒ってる現場をこの女の子は見るんですよ。でそれを見た時に、ああこの男の子が好きな相手ってなんとかちゃんかってなるんですよそうってなって、ちょっと一歩引くんですけど、この男の子がそんなことも知らずに、いや好きな人がいるんだったら、好きな人がいるんだったら告白した方がいいよって言うんですよ。俺が振られた時は慰めてあげるからって言うんですよ。告白できる相手なんだったらした方がいいよって言って気持ちを伝えるんですよ。けどあごめん
ごめんってなるんですよ。あーそうごめんねみたいな、気持ちは嬉しいけど俺は思ってる人がいるから無理だってなってで振られるんですね一旦。でも私は変わりたいってなって、自信ない子だったけど自信をつけるためにメイクをしたりとか髪の毛するようになって変わろうとするんですよ。そしたらこの4人の中にはいない人からモテ始めるんですよ。あでそしたらこの方がとうとう気持ちを隠せずにキスしてしまったんですよ。そしたらこの女の子が何してんのみたいな何してんのみたいになって、なんか何ふざけたことやってるのみたいな、ふざけてもやっていいことと悪いことがあるでしょみたいな、私たちは今まで親のね顔色を伺ってそうやって今まで親の顔色を伺って頑張ってきたのにこんなことで崩さないでよって怒るんですね。怒るんですよ。そしたらこの人が何やったかな、あ冗談ってことにするか、まあそうだよなみたいな、冗談でもしていけないことしていいことと悪いことがあるよなみたいな感じでやるけど、本当はこっちも好きだったんですよ。本当は好きだったんですよ。でもそのお互いのために何もないふりをして今まで生きてきて親の顔色を伺ってやってきたのに、そんなキスしたらダメでしょうがっていう感じになって、でこの人はこの子のことが好きなんですよ。そう好きになっちゃうんですよ確か。あここは幼馴染、そうここは幼馴染、ここは好き同士で親が結婚してる一応兄弟っていう、ここがあれなんですよ。ここはそう幼馴染出番でも確かに今まで出番なかった、確かにどういう役。そうでこの人がなんかこの子が体調悪くて倒れたりした時にこうお姫様抱っこして運んでいくんですよ。でそれ見てちょっとムンってなるんですよとかっていうのもあって、途中何があったかな、あで大事なとこ忘れとった。この子が告白するんですよこっちに、なんでか分からんけど好きになったんかな分からんけど、こっちに告白するんですね。付き合おうよみたいな、軽い感じで付き合おうよみたいな感じで、なんで好きになったかちょっと知らん、見てない、分からん、あったかな分からん、付き合おうよみたいな、私のこと好きなんでしょみたいな言うんですよ。そしたらいやごめんみたいな、僕そんなつもりじゃないからみたいな、そんなつもりじゃないからみたいな言って、なんかそうだよねみたいな、まあ分かってたしどうのこうのみたいな感じで言うんですよ。って言ったらその後に元彼が現れるんですよ文化祭に。で元彼と話すんですよ。そしたら元彼と話すんですけど、元彼と話したらその元彼になんかお前はいつもあで元彼になんかねなんか言ったよ、なんかあの時振ったけど私は、振られたけど私はまだ好きだったんだよみたいなことを元彼に言うんですよ。そしたら元彼がなんかお前はいつもそうやって大事なことをその時に言わず後で言うよなみたいな、そういうところ本当良くないと思うみたいな感じで怒って文化祭帰ってったんですよ多分それをその気持ちを思わせるだけのための役なんですけど、でいなくなるんです。でそこで私ってこの人に対してもそうやって何逃げたじゃんだから私ってそういう子なんだみたいな感じになるんですよ。でなんか分からんけど、そしてでこの人は本当は好きだったんですよこっちを、本当は好きだったけどここがチューしてるところを見ちゃったんですね。そう見ちゃったんですよ、見ちゃったから告白されても本当は好きなのに振ったんですよっていう。でこっからちゃんと見たっけ、
忘れた忘れた。で、なんかさ携帯見ながら見てたからちゃんと見てないんですよね。振ったんですけど、まあで結局そしたらこの子が変わっていい、なんかこうわーみたいな感じになって、あのその他の男子からモテてる姿とか見たら、なんかいつの間にかあれ俺この子のこと好きなんじゃねってなるんですよ。普通の映画だったらさ、もう兄弟だけどいっかみたいなさ、こういうこうとこうで幼馴染だけど好きだったみたいな感じでつながるじゃないですか。けど俺は好きなんじゃねってこっちを好きになるんですよ。でそしたらでちょっとこの子を探すんですよ。そしてこの子はこの子に背中を押してみたいな言って、でこの子の背中を押すんですよ、この子の。そしたらこの人がちょっとバーって言って、そしたらなんか俺はもうなんか好きなのかもしれない、ちょっと全然セリフ覚えてないけどみたいなこと言って、ああってなって、でこの子がとここがハートになる、ここがハートになって、そしたらなんか忘れたけど気づいたらここもハートになって、結局は縦がつながりましたっていうエンドです。普通やったらこうで終わるところなのにこうで終わりましたっていう話だった。そう、っていうエンドでした。なんか結局そこでそこかいって思ったけど、つながるのは、まあ一応ハッピーエンドではあるけど、まあうんって感じ。まあそこかいって思った一応。好きになったならいいんじゃないって感じだけど、そこかいっては思った。でもまあそこかいってはなるけど、普通に言ったらこう横同士なのにそうじゃないところがまあある意味面白いよねでも思った。っていう感じで終わったと思う、多分。あ、でも海外に行くとか言っとったな。あれ海外行ったのかな結局なんかこの子海外に行くみたいな、お母さんお父さんが海外に行くのにお母さんがついていくか行かないかみたいな、行かないんだったら離婚よみたいな感じになって、でこの子はお母さん、私が行くって言えばお母さんは行くって言うからっていう理由で私は行くよみたいなこと言って離れ離れなるみたいな感じの話あったけど、結局行ったのかな分からんやそんなそういうとこちゃんと見てないんですよ。それで満足したから見るのやめる、いいんですかそれで天皇さんペンライト、ケンジさん、もち、ひしもちみたいな、ありがとうございます。いかんかったんか結局、なんか知らんや、そこは気になったら見てみてください責任放棄、そこは気になればまあ見てみって感じ。家族なら上2人とも行く、いや俺は行かないことにしたって言うとった、そこは覚えとる俺は行かないけど、あのなんとかちゃん浜田みなみちゃんは行くらしいみたいな感じだった。そう気になれば、まあ、そこから先は自分で見てください。そうストローボエッジ、アオハライドとかと同じ人らしい。
いいよね映画とか、なんか映画をたまに見るのもいいなと思いました。趣味映画鑑賞みたいな感じになるといいかもしれない。でもさ、海外系の映画見ないんですよね。見ても韓国、日本しか見ない、国内映画しか基本見ないんですよ。ちょっと今度からちょっと暇な時間あったら映画鑑賞でもしようかな。家でポップコーンでも買ってさポップコーンでも買ってさ、ライアーライアー、君の瞳が問いかけている、面白そう。君の膵臓は見た。午前0時キスしに来て、胸が鳴るのは君のせい。生成君主見た気がする。あ、覚えてない。あの子の虜はね、映画館見に行った記憶がある。これから映画館行ってないかもレベルで行ってない。ウィンシック、ウィラブ、これあるじゃん、あの頃君を追いかけた、斉藤飛鳥さん出てる。オレンジ見たことあるかも。昼中の流星も見たことある。昼中の流星は面白かった記憶、これもね映画館行った記憶がある。そう、見に行った友達にね、見ながらちょっとネタバレされたんですよ昼中の流星はね、うん、見た。昼中の流星、昼中の流星もうそっち選ぶんかいってなった記憶がある。曲どんなやつ、夜中の流星見たことある人おるかな。さ、これなら説明できる 気がする。昼中の流星、なんか面白そう面白くなさそうってパッと見でなんか感じるよねもうバラすね。でこれめっちゃ前だもん、だって2000何年だって、さらが中学生の中3とか高 1? 中3とかのところやけ、めっちゃ前。これはこの子はこの人を好きになってしまうんですよ。あの、田舎の子なんですよ。田舎の子だけど、あのこれはね、唯一映画館行った見に行った流行っとったこの時、この人田舎から来た時にこの人になんか助けられるんですよ。助けられて、この人いいってなったら、次の日学校行ったらまさかの担任の先生だったんですよ。まあ現実でありえない話ですね。で好きになるんですよ。そう、好きになる。でもこれは同級生、これマミヤって言うんですよ。めっちゃ覚えてるこれ、マミヤっていうその生徒がいて、これが席が隣で、あのヘッドホンつけてる系の生徒、あんま喋りませんみたいな感じだったのに、なんかね、教科書貸してかなくて手が当たったら、もうびっくりするぐらい顔が赤くなるんですよ。で、えってなって、なんかお友達になってくださいみたいなことを言うんですよ。で なってくれなかったら、その顔赤くなること、実は女子慣れしてないことバラすぞ的なことを言って、そんな脅してないよ、バラすよみたいな感じ言って、まあ仕方ないなみたいな感じで友達になるんですよ。そしたら、これはモテモテだったから、この人のことを好きな女の子がいて、他にその女の子が嫉妬するんですよ。何あの転校生みたいな、なんだこのあの転校生だみたいになって、それでなんかあの揉めてたんですよ、あみたいな、もう掴み合いみたいなやってたら、
この辺の男子が来て何やってんのみたいになったんです。そしたら嘘ついてかばってあげたんですよ、その女の、もう一人の女の子のことを。なんか体育の練習してんだみたいな、かばってあげて、そしたらなんかなんでかばってくれたのみたいな感じで、そこはもう平和になるんですよ。そう、そこはもう平和になる。だってその女子同士が争う映画じゃないからさ、そこはすごい2回ぐらい見たわ。そうで守ったから、それで仲良く、そのきっかけに仲良くなるんですよ。でそのきっかけに仲良くなって、めっちゃそのメイクを教えてくれたりとか、田舎の子だから、その女の子が、ちなみにその女の子はこの子がメイクを教えたりして可愛くなっていくんですよ。そしたらなんかあれいいんじゃねえかみたいな感じになるんですよ確か。あ、待って、それ違うわ待って違う、全然違う、ちょっと待って、これちょっと違うやつかもあれ待って、これ違う、これもう一個、これもう一個のやつかもしれない。それは狼少女と黒王子かもしれん。あれあれあれ、狼少女と黒王子かもしれん、そっちはああれだ、なんかこの子かな、いやこの子じゃないかな、なんかとりあえずね、意地悪の子な、意地悪な子がいて、その意地悪の子がこの子をなんかあれに行くんですよ、自然教室みたいな行った時に、なんか待って、それももう一つの方ちょっと忘れたや、それももう一つの方かもしれん。ちょっと気になった方見てみてください、自分で待って、それちょっともう一つの方かもしれん、もしかしたら。あれ、もうとりあえずギリギリまで好きって言われるけど私はこっちが好きみたいな、ごめんなさいみたいな感じだったけど、最終的に、まあ普通こういうのって結局自分が好きな人に行くじゃないですか、好かれとる人より自分が好きな人に行くじゃないですか。けど最終的にはこっちを選んで、こっちでハッピーエンド、ハートっていうあれで終わるんですけど、あれおかしいな、あれちょっと混ざっとるかもしれん、もしかしたら混ざっているかもしれません、分からん。どんなんやったっけ、けどそう、こっち選ぶんかいっていうあれでびっくりした記憶がある。やっぱそうだよね、まあ、相関図あったよ、相関図あった。先生、私先生のことが好きなんです、可愛いかもしれない、なんかそういう、まあ、話してて楽しいみたいな、こっちはね。でこっちは友情関係、お前俺のこと好きになればいいのにらしい相関図にそう書いてあったっていう関係値だったらしいです。でも殴り合いみたいなのしとった気がするけどな、なんか殴り合いみたいなのしとって、それをかばったことによって仲良くなった気がする。それは もしかして狼少女と黒王子の方かな。いや違うわ、やっぱ合っとる、多分合ってる気がする。昼中の流星、あんま覚えてないだってもう、だって5、6年前の話だもん。5、6年前に見て、で一回ネットフリックスかなんかで見た気がしなくもないぐらいの感じだから、まあそんな覚えてないよね、詳しくは。悪いが
だからまあこれを聞いて気になった人はぜひ見てみてください。見てみて答え合わせしてみてください。こんな感じですね。いや面白かったけどね、映画館で見たの。あんま覚えてないあんま覚えてないかもしれない、うん、昨日見た映画はさすがに昨日見たやつなので覚えてたんですけど、これに関して今のやつに関しては5年前ぐらいに映画館で見たやつなので、まあ、まあ見たらあこれ2回目だなってなるけど、説明しろって言われたらできんぐらいの感じかなって思いました。まあちょっと趣味を増やせばいいかな、増やせればいいかなと思って、アイドルにしか興味なく生きてきてるから、趣味がアイドル関係以外何もないんですよね。映画鑑賞いいかもしれない、時間かかるけど。じゃあランキング読もうかな。そう、久々に昨日映画を見て、なんか、うん、たまには映画もいいなと思った。ゆうちゃん、けんじさん、おいでます元気さん、スマイルさん、ありがとうございます。そうそう、奥行きさん、あん、ベレッタさん、ありがとうございます。おうち時間の趣味今頃って感じやけど、お家の趣味はいいです。家で一人でポップコーンでも食べながら部屋を暗くして見るのがいいですね。まあそれをできれば夜じゃなくてね、昼とかに見ればいいんですけど、映画は暗いところで見たいから夜だよね夜だよねと思うけど、映画見たくなった？もういいじゃないですか。まあさ、日本の映画しか基本見ないので、ホラーとかやったら海外のも見たことあるけど、基本的にはあの国内映画しか見ないので、国内映画を見るとしたらそれは国内映画です。可愛いさんのアスドラを見てるとサラちゃんにも期待してしまいます。やめてください。その期待には一切応えられないのでやめていただいて。ランキング読みます。48位、ホソさん、24位、ゆかっちゃん、13位、おいでます元気さん、12位、ライディンさん、11位、スマイルさん、10位、タネさん、9位。なんかさ、この人誰なんかサラの〇〇っていう名前にするのが好きなんですけどかね。8位、赤色サンタさん、7位、シマンチュさん、6位、甲子園のホテート赤だよさん、5位、奥行きさん、4位、天皇さん、3位、ケンジさん、2位、ゆうちゃん、1位、朝香さん、ありがとうございました。何々村シリーズ見てない？あれよね、犬鳴き村とかのやつよね。見てない。なんかガチホラーはちょっと一人で見るものではないかなと思って、なんかあからさまな嘘のホラー話はいいけど、なんかちょっとあの実在する場所とか実在する系のそういうものはあんま見らんかも。あ、嘘でも丸々嘘って分かるようなのは見るよ。あのピエロとかのは見るけどって感じです。はい、ペラペラ喋りましたね今日は。
やっぱさ、なんか一日仕事をしとった時の方が人と話しとるけん喋る気がする。では終わりたいと思います。今日土曜日か、土曜日って感じせんや、土曜日か。それでは終わりたいと思います。それではありがとうございました。長いね、意外と。